超能チャンネルが始まりました。超能ネットワーク、ぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。アイアン超能、カモン。だから今日はね、ヒロさんにその業界事情をいろいろ全部聞いてみようかなって思いますんでね。多分ね、もう準備されてると思いますね。どっとか便所で倒れたりしないで大丈夫？緊張してさっきトイレ行ってました。トイレ行ってました。帰ってきたもん、ヒロさん。ヒロさん。ヒロさん。はい。お願いします。なので、あまり喋らせない。あれ、今日帽子かぶないですけど。いや、こういう格好してるときは。いや、でも、まあ、もう気にしない。え、これ見てもない？え、まだ映ってないから、まだ、どっちでもいいですよ。どっちしますか？俺はかぶってる方がいいと思いますけどね。いや、これは持ってきてないですよ。あ、持ってきてない？あ、じゃあしょうがないですよね。もうあんまりいいこと言われないだろうから。ああ、はい。いや、そのままだと入ってないですけど。もう少しこっち。え、入るの？はい、こっち。お久しぶりです。はい、お久しぶりです。そういうふうにやめて。あ、これこれ、ここで映ってるだけで、まだ誰も見てないんで。はい。まあ、これ練習ですから、今。はい。どんなこと系をやりましょうか。何も聞いてない。聞いてない。あ、何も言ってないですか？いや、なんか聞いたんだけど、はい、なんかこう、これから喋るって聞いて、はい、全部飛んじゃいました。飛んじゃった。はい、何を聞いたのかなと。全然わかんない。お元気ですか？あ、元気だけは取れましたんで。今、どっか痺れてるとこは、どう？痺れてるのは両足。あ、両足ですか？俺は左足です。あ、そうなの？俺もね、まあ、ダメです。まだ今、杖ついてますもん。ヒロさんは杖は使うんですか？まだつきたくはない。あ、本当ですか？俺はもうダメですね。ヒロさん、電話って、まだガラケーですか？そんなわけないじゃない。え、本当に見せてください。そんな、ガラケーってよ。こういう、ちゃんとこう、スマホの、こういう、なんつ、なってますよ、これ。ちゃんとこういう。え？電話番号いくつですか？あ、言わないでください。いや、あ、言わないでください。言わないでください。知ってるはずでしょ？はい、はい。はい。真っ先に教えたはずだけど。ちょっと一回かけてみますね、実は。まだ合ってるのかな。あ、これ、マサ斎藤さんかもしれない。いや、マサさんはもう、ね。マサさんかけたら絶対、あの人が出ますよね。奥さん？ああ、ミチさんが出てね。ヒロ斎藤さん。元新日本って書いてますよね、あれね。あ、元新日本ってでしょ。アリストトリストまたは、なんですかこれ、アリストトリスト。なんで超能じゃないですか。留守番電話に接続します。え、そういけるな。アイディアはいいかなと思って。メッセージを録音してください。録音を終了するには、メッセージを確認、変更するには、シャープを押してください。超能です。はい、これヒロさん、このメッセージって使い方わかりますか？メッセージは聞いたりするよ。しますよ。うん。え、できましたっけ、ヒロさん。え、あ、本当でやってるわ。聞くぐらいは。今送りましたよ。ああ。あ、そうか、ヒロさん、あれ、こないだ誰がガラケーだったんですよね。誰かね。俺もスマホにして、テンジャンじゃないですよね。テンジャンではない。誰かね、まだガラケーだったフレスラー。あ、山田じゃない？ライガー？うん。ライガー？ライガー、ライガーガラケー？まだいかない。
この、あ、昨日かな、なんか電話言ってる時にガラケーだった。ひろさん、まあ、まだこれ、やれてますよ、ね。パチンコ、うん、あ、もうやめた。やったんですか、うん。あの前でもレイジングスタクターでパチンコ組んだんですよね、あれ。あれは、そうだよね。そうですよね。みんなパチンコやるからね。副業でプロレスやってたんですよね。そう。ですよね。ちょっと、そう言えるかな。もう。だって全国制覇してましたもんね。ほとんどまず4人ぐらいで、うん、あ、誰でしたっけ？後藤さん。穂長さん。あ、穂長さん。で、俺。はい。で、あ、そこらかな。あ、三人でしたっけ？うん。平田さんが入ってないですね。平田さんは。平田選手はたまにしかやらなかったんで。あ、三人でしたっけ、あの時。うん。あ、三人のプロ集団。だから、確率がすごいんですよね。三人で行って二人ぐらい出すんですよね、必ず。出す。そう、だからね、あれパチンコはもう俺、そう、五島列島のすごい記憶にあって、なんかちょっと川沿いかなんかのところにあるパチンコ屋で、宿舎はみんな、まあ、バラバラだったんですよね。うん、例えばヒロさんたちと俺ら。でも、行き着くとこはやっぱそこしかなくてランチ食った後。で、パチンコ屋こうやって覗いたら、もう後藤さんが積んでんすよ。ああ。で、ヒロさんがなんかも出してんすよ。でも俺はパチンコ屋行くけど、うん、パチンコはあんまりスロットの方だった。スロットですかね。まあまあでもなんか、そうですね。たまに。今日一応NWO の話。あ、NWO の話だっけ？あ、そうか、あと。テーマがあったんですか？テーマが一つ NWO。それからもう一つ、このコーナーは、今までゲストで、まあ、西村とかで呼んできて、時なんかは、その、メンズビューティー、男の身だしなみっていうね、ちょっとこだわりで。その前は誰だっけ？大地君とかね。はい、で、まあ、要は西村なんかはファッションの話でいくと、彼はやっぱその石原裕次郎っていうのが、その影響はやっぱお母さんの影響だったらしくて、お母さんが好きで裕次郎さんを。あ、そう。うん。で、やっぱそれで見るようになって、その裕次郎スタイルの、なんかその襟も今も、特注で作って、ちょっと大きめのカラーのやつとかっていう、なんかそういうこだわりがあると。あ、作ってるからね。うん、ヒロさんはなんか今こだわってる髪型とかありますか？なんか。いや、こだわりようはないと思うんだけど。あ、すいません。一応、もうちょっと着替えたら、ちょっとスポーツ狩りみたいな、そういうのがいいかなと思うんだけど。あ、すいません。まあ、髪型じゃなくて、ね、すいません。でもヒロさんは、はい、若い時、レイジングスタッフの前は、ハリケーンズでしたっけ？あ、ハリケーンズ。でもハリケーンズの前はヒロさん、単発で一人で帰ってきますよね、あの、ロックンロールの人たちと一緒に。ああ、わかったね。ああいうファッションをヒロさんはやっぱ好きだったんですか？もう、ちょっと ライダー系の。いや、好きではなかったんで、一応連れてきたのがそういう人間だったんで、自分もそういう格好しなきゃいけないのかなと思って。あ、向こうに合わせたんですか？そう。ヒロさん、海外遠征の時はどんなコスチュームでしたっけ？タコサクですか？タコサクスタイルで、ね。でも黒ですか？いや、黄色。あ、黄色のタコサクなんてあるんですか？うん。で、自分で作ってるの全部やって。黄色のタコサクって見たことないですね。黄色はもうメキシコにいる時だけ。ヒロさんだけですか、黄色？あ、黄色。俺だけ。あ、黄色かっこいいですね。見たことないけど。なんか、黄色。黄色見たことないですね。で、あの、メキシコ行ってから、黒にしたり。はいはい。あ、そうですよね。カルガリの時はなんか黒のイメージだったんですけども。カルガリはそんな長くいなかったんでしたっけ？いや、カルガリは1年半から2年近くいた。あ、そんなにいるんですか？うん。メキシコはどれぐらいなんですか？メキシコ2年。メキシコ2年、カルガリ2年。そう。じゃあ海外の方が長いですね。で、それがドイツ行って。はあ、あ、ヒロさん何年行ってんすか？ 15 年ぐらい行ってました。そんなに行ってない。長いっすね。5年近く行ってんすか？その時はみんな、長かった。
だって前田さんなんかもう1年ぐらいで呼び返されちゃったって言ってましたよね、途中で。俺は3年半ぐらいかな。あ、そうなんですか、長いんすね。あ、じゃあ、ほながさんとかも長いんですか。そうなんですよ、長い。あれ、でも会社がひどいですよね、やっぱりの。このエース候補とかの待遇と、それ以下の人たちの待遇の違いはひどいですよね。それは、はっきり言えないけど、ちょっとあんまり良くない。ひどいですよね。俺もどっちかってこっちの待遇だったんで、話が。ちょっといい方でしょ？いや、だから俺と武藤さん全然違いますよ。武藤さんはちゃんと近くに、ヒロ松田さんとか、から付き人で一緒に誰か、アメリカのレスラーがいたりとか。で、多分金も出てるんですよね。あ、そうなの？金出てないですよね。出てない。そうですよ。だから俺もだから金出てないから。だからもう待遇は全然違うんですよ、多分。だから、俺が海外行った時は片道切符だったんで。じゃあ俺も片道切符で俺、飛行機の中で、最初、なんかファンの人からもらった、テープを聞いて、TM ネットワークかなんか初めて聞いて、いい曲だなと思いながら、こうやって、なんか、もう、海外行って、もう泣いてたんですよ。飛行機の中で一人でなんかビジネスシートなんか乗せてもらってたから。ビジネスシートの人も、違うんですか？そんな乗らせてもらった時はありません。あで、フリーでこういう格好よ。あメキシコでも二十何時間よ。あ、何ですか。あ、で、まあ、でも。全然タイプは違うじゃないですか。あそこは、いや、じゃあそこまでは良かったんですね。で、よくバッて見たらチケット確かにことあって、次の乗り継ぎのこと、これヘルシンキから、ビアナ、ビアナからグラーツっていう、なんか、こんなもんできるかなとか思いながらって、で、帰りのチケットこうやって見たら、たしないんですよね。ええー、と思ったら、あれと思って。片道ですよね。でも一応俺の場合は、こう、一応か、帰りもあったんだけど、メキシコに行ったら、取り上げる。会社の人が来て、出しなさいって言われて、持って帰られちゃった。あ、本当ですか。結構、まあ、カナダ行ったのもエコノミーで、どこ行くにもエコノミーですよね。体ちっちゃかったんだよね。広瀬行ったら何年ですか？ 84 年かな。84年って言ったらもうタイガーマスカがなんか出てる時ですか？まだですか？まだじゃないかな。まだですか、あ、じゃあ新日本がこうガーッとはなってない時ですね。まだなってない。広瀬さん、初代タイガーは81年の、嘘、82年間で83年ぐらいにフェードアウト、締め辞めてます。じゃあ、ヒロさんもっと前に出てんじゃないですか。そういうことない。だって84年は、だって俺入った年ですよ。そうですよ。81年って今、調べました、ヒロさん。海外遠征。メキシコ遠征って書いてます。島流し、当然でメキシコ遠征って書いてます。島流し。島流しですか？やっぱそうだった。じゃあ、そうだったの、今に。その時は、ヒロさんは、誰か、行った時誰かいるんですか、向こうに。現地でグランハマダ、小林小庭木、ジョージ高野。ああ。あ、ジョージは一緒に行ったと思う。あ、一緒に行ったんですか。うん、二人で一緒に行くんですか。あれ、後から来たのかな。でも、ヒロさんたち日本人が溜まってくるから、俺、行くとこ誰もいないんですよ。ブッチャーとかも、要は軽々行ってるから、結局足立さんのところで、日本人がいるじゃないですか。で、なんか娘のとかおばさんのパンツ見て喜んでたりとかして。そんなだったよ、うん。俺誰もいないですよ、日本人。俺。でも、ヒロさんたちも、高野兄弟がいたわけですよね、あそこに。ああ、高野、あの二人は、俊二が先に向こうに行ってて。あ、そうなんですか。うん、ジョージと、あれは俺は後から行ったんで、俊二が先に、向こうに行ってて。だヒロさんたちの出世頭は結構いるんですよね。前さんが前言ったけど、やっぱジョージさんがすごかったって言って、その。あ、ジョージは、素質が。ちょっと抜けてるところあったけど、試合中でもなんか、
なんでこんなことするのっていうことばっかりだったんで。なんかジョージさんの面白いネタってありますか？ジョージ、で、俊二さんも変わってましたよね。あ、でもジョージの方がまともだった。今日、同じ兄弟で、いてもやっぱ俊二の方が まだまともだった。俊二さんの方がまともですか？まとも。ジョージさんの方がおかしい。おかしい。でも、ジョージさんは先輩なんですよね。みんなの。違うんですか？みんな、ほら、一応先輩なんだけど、一回プロレス辞めて、はいはい、それで後から戻ってきたので、はい、みんなにジョージからも、上の人にも、お前たちより下だからなっていうふうに言われたんで。そうなっちゃったんですか？うん。天山さんですよね、あいつ。あ、一回やめてる。一回やめてるから、それでその間に、一ヶ月早く入ってたのに、その間に小原と西村が入ってきたから、うん、戻ってきたら先輩になっちゃって、あの日になっちゃったっていう。そう。あ、そっか、ジョージさんが、そう、ジョージさんはやっぱ確かになんかこう、会社がこう、期待してプッシュしてる感じだと、俊二さんの期待もすごかったですね、あんだけでかいから。ああ、俊二は、すごい、すごかった。ですよね、待遇だからかなり甘やかされてましたよね。そうか、ヒロさん、質問っていうか、はい、お聞きしたいことで、狼軍団で、チョマさんとヒロさんが合体されるじゃないですか。うん、はい、その前までっていうのは、仲悪かったんですか？いや、仲悪いから、だってヒロさんって全然先輩だもん。なんかどういう経緯の二人ご一緒が。どっちが先輩だかわかんないですよ。いやいやいや、それはもう、頭見ればわかるじゃないですか。いや、頭ってどっち？いや、頭の部屋スタイル。ああ、部屋スタイルっていうところまでスタイルになってないですけども。ああ、一応スタイルになってるつもりなんだけど、ね。ヒロさんでも一回もう剃ってますよね。剃ってませんでしたっけ？いや、一回も剃ってます。あ、そうですか。あれですか、いそごと今度こう。ズラ系をやるとか面白くないですか？いやまだ、その辺までは。でも、終わったから、プロジェクト辞めちゃったんで。うん。もう何でもいいじゃないですかね、人もね。いやいやいや。だから、そう、ヒロさんと、俺はキャリアで行って、まあ、年齢も、ヒロさんと俺3つぐらい違うんですか？ 2 つか。2つ違うんですよ。60だからね。2つ違う。で、キャリアでやったら、ヒロさんは、中学2年から入ってるんですよ、ね。ちょっと待って。違いました。なんで、中学2年になっちゃうの？え、でも中2ぐらいから来てませんでした？いや、来てない。道場。あ、練習には行ってたけど。そうですよね。中学1年生でしたっけ？いやいや、だんだん下がってきてる。中学2年生ですよね。中学3年ぐらいに行こう。そう、だって中学3年生から帰ってんの。キャリアで、たら中学3年生から14。その時キャリアは入らない。でも、ここまで入るとしたら14から今60って引くと、78年、あ、78年ですよ。78年生まれてないもん。俺は今60になったばっかりだから。14引くと。それで70だったらどういう計算なの？ 46？ 46 ですか？あ、40。キャリア46ですよ。あれ？いや、ヒロさん、おととしかなんかに、デビュー何十周年興行やるって言って、あれどうなったんですか？あ、一応なんか、やったみたい。あれ何周年です？ 40 周年興行ですか？ 40 周年。もう2年ぐらい越しちゃってますよ。いや、500円で。あ、やった！ちょっとセコンドで。あ、忘れてました。ちゃんと来てくれましたよ、ね。あ、やりましたっけ？うん。あ、すいませんでした。そうだよね。ああ、やりましたっけ？俺どっかでヒロさんがずっと忘れてるって言ってもちょっと。いや、俺じゃなくて、違うの。あ、後楽園やりましたね。ああ、そっか、武藤さん。武藤の、ドラフィションの藤原の工芸の藤原の工芸で、40周年。はい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 。それでフリーをやった。はいはいはい。あ、そう。か、あれが40周年。なんかもうすごい昔に感じますね、あれ。いや、その、去年、一昨年。一昨年ですよね。
太ってたからね、今より全然。あ、ヒロさん何キロぐらいですか？あ、一番最高になったの116あって。116で10年ヘビー級出てたんですか？うん。それおかしくなんですか？いや、ヘビー級。あれどうやってだってみんな体重測ってたじゃないですか？いや、測ってたけど。乗らなかったんですか？あの、坂口さんに、あ、名前出してた。坂口さんに乗れって言われて、乗ったらすぐ降りろって。あれが止まる前に動いてるうちに降りろって。そういうふうに。だから何通り116あってジュニアなのかなと思って。それでジュニアの動きはできないよね。この身長で116あったら本当。116もあったんですか？うん。それで少しずつ落として、112え、ベルト持ってる時も100キロ以上ですか？うん。それ反則じゃないですか？あ、ジュニアの時もずっと。それ反則ですよ。ヒロさん。それはもう多分、あの、記録から取り上げられる話なんかもう言わない方がいいですよ。多分、抹消されました、今の新日本だと。そうかな。いや、俺も何度も言ってるんだけど、ずっとジュニアやらされたんで、あんた自分、100キロ越してる人、腰中さんも越してそうですよね。腰中は、腰なんですか ?100、越してますよ。うん。腰、100、2、3あったんじゃないかな。それみんな越してるってことですか、うん、小林さんも、もう、いくらあって。それちょっと、それ、あんまり言わない方がいいと思いますよ。いや、俺喋っちゃったもん。ジュニアじゃないですよね、それね。100キロ未満ですよね、確かあれ。そうだ、99キロ。ああ。99キロかな。みんなオーバーしてると思いますか？全員オーバーしてる。誰も減量とかしないっていう。そう。じゃあ、あの、お腹だけこう、へっかこしてこうって、その場だけこうって。そう。腹引っ込ませって、引っ込まないもんね。ひどいなぁ。そんなジェニアの歴史がある人が、ヒロさんがパイプ椅子を投げる名人だったと。うん、東海切っての使いって、パイプ椅子投げの使い。あ、ヒロさんはね、パイプ椅子よく投げてましたよね。見事なコントロールって。レイジングスタッフは投げてましたよね。椅子で、あの、もう何でもできてなかったでしょ。椅子で何でもできてる。椅子で何でも。でも、平田さんがね、あの、遠投力すごかったよ。怒るとね、もうあの、あ、でも危なかった。一瞬危ないですよね。うん。ほんと、マジみたいになって、バーッて流れてきてね。ちょっとその話前もお聞きしたことあるんですけど。そうそうそう。平田さんってあんな温厚な人がやっぱすごいんですかね。そうそう、怒るとね、あの人。本当すごい。自分で一回揉めた時に、椅子に流れて、椅子のあれが、座るとこがスパーッと抜けましたからね。うん、それほど自分のところに憎かったんですかね。不思議でしょうがないですよ。平田さんのね、あの、息子さん、この間俺会ったけども、すごいいい青年ですよ。ああ。ものすごい声を礼儀正しくて。まあでも平田さんもまあ、そうですけど、あの、まあ、どっちかって真っ当な方じゃないですか。ですよ。レスラーの中で真っ当なって思う人誰ですか、平田さんから見て。いないな。え、ちょっと待って。穂中さん。あ、穂中選手は、いや、一人ぐらいじゃないの？穂中さんは知らんじゃないんですよね。知らん。じゃあダメじゃないですか。うん。飲まなかったら、こんな人で飲んだらひどいですよね、あの人。酒飲んだらもう。もう悪口とかひどかったですもんね。物をぶつけるし、叩くし。はあ、いや、俺らも一回、その、こう、分裂する前に、あの、ジャパンとかに分裂する前に、坂口さんは、あそこ目黒通りの焼肉屋でしょ。あそこにみんな集めて、それで、確かお酒がなんかやっぱ入ったら、やっぱ穂中さんが坂口さんに、もうバンバン言い始めて、文句言って、いや、
そんなこと言って社長に言ってくれ大丈夫かなと思って会社辞めてましたよね。ああ、でももうすぐ誰だろうと、うるせえよって言う。ですよね。で、お前も飲め、また飲めって言う。つくから、あの人を。はいはいはい。あの人と前田さんはちょっと危なかった。あ、平手も危なかったかな。じゃあみんなダメですね。ジョージさんも。ジョージはただ、ここから陽気になるって言われて、変なことはしないんだけど、ほんと陽気になるって感じ。斉藤さんから見て、じゃあその同期とか先輩とか、まあ全体こう見てきた中で、あ、こいつはまともなやつだなと思うの誰なんですか？やっぱ、穂中選手かな。知らんの穂中選手。うん、飲まなければ、すんごいいい人。だって、どっかの旅館のでかいなんか何百万がする、壺を、壊すなよ、壊すなよって言われて、いいひげってバッと押して壊したっていう話ありますよね。うん、言われたら我慢できなくて。そう。で、お酒の力も入ってるから、やっちゃえっていうのが、あれだね。有名な話ですよね。うん、でも前田さん、平田選手、小長選手はもうみんな知らんだったんで、その中で一番まともなのが、小長選手かな。じゃあやっぱヒロさんぐらいですか、まともなの。夜もまともじゃなかった。ヒロさんもまともじゃないですか。で、みんなよりはまともな方で、はいはい、ヒロさんはでも全然知らんじゃないですよね。もう。あ、知らんではない。もう、変わらず飲むだけですよ。そう、ね。え、まだ今でも飲みますか、それは。いや、今、たま、週に1回か2回。あ、そうですか。で、ビール1本か2本。ああ。会社もすごい量飲んでましたよね、ヒロさん。あ、前は、ね。だって、ボトルぐらい、焼酎なんかは、一本ぐらい毎日あげてたんじゃないですかね。一本か二本も。ですよね。うん、なんかヒロさんに質問がある人はどんどん、ね。答えなくていい。うん、あまり。ヒロさんの外線候補者として、はい、テレビマッチで上田桃之助さんとよく組んでて、はい、よく飲みに行かれてたんですよね。質問というか。はい、地獄です。飲むんすか、上田さんは。上田さんはもう人に飲ませて自分が飲まない。はいはいはい。だってあの時はもうほんとと毎日一緒。それでビール飲まされてるんで。量とか半端じゃなさそうですもんね。毎晩一緒はちょっときつかったんで。あと、トモさんのエピソードで好きな話として、ジョーさんが京都の大会で遅刻したときに、ジョーさんに試合伸ばしたいと。あれ覚えてますか、ヒロさん。俺が遅刻して、ヒロさんに電話かけて、俺、東京帰ってて、4時会場の京都の試合を、俺起きたら2時で、で、ヒロさんにまず電話したんですよ。ヒロさん、ちょっとこんな感じ、今もギリギリ間に合うと思うんですけど。で、それで、移動しながら、ヒロさん、今日ヒロさん何試合目ですかって言って、いや、俺、三つ目かな、それぐらいなんだよって言って、ヒロさん、ちょっと、なるべく時間伸ばしてくださいって言って、引っ張って、試合、引っ張ってくださいって。そんなのあったかな、言って、そしたら5分も、10分もしないで電話かかってきて、今どこにいるって言って、ヒロさん、どうしたんですかって言って、いや、あんまり焦って、5分で試合終わっちゃって、覚えてないですか？ひどいんですよ、覚えてない。もう5分、10分の、それがどれだけ大切だったか。5分ぐらいで、焦っちゃってよ。で、結局、間に合ったんです。で、前やってヒロさん、もうタクシー着くとこもヒロさん来てくれてて、こっちだーっつって、バーッと入ってたら、次の試合の入場のとこで前にやって、長田かなんか俺とかガラガラーッと来てるの見て、何この時間に来てるんですかみたいな感じで。でヒロさんたちが黙ってくれてて、で、控え室やった頃、マサさんがもう靴履いてて、
で、俺とノートのチームだったんですよ。ああ。SG タクリック戦がなんかで。そしたらマーションが、お、なんだお前、間に合ったのかとか。なんだ俺が出ようかと思ってたのに。いや、まさに SG タクリック戦ですよって。公式戦ですか？やる気満々だったんですよ、マーションが。マッサン元気だったからなぁ。でも、間に合ったんだよね。そう、間に合ったんですよ、あれ。あれ、奇跡ですよ。俺、目覚めたら2時ですよ。昼の。で、パッと2時で。あれ、京都で4時からだよ、京都って思って。でも絶対間に合わないと思って。東京にいたの？そうです、東京です。で、東京から京都に。うん。よくもやったね、ほんと。だから、もう1分でも、ね、ちょっと早く、試合をこう伸ばしてもらって、協力してもらおうと思って、ヒロさん、5分かなんかで、なんか、うん、すごい短い試合で。え、そう、体調が悪かったんじゃないかな。結構、ジョーさん、書き込みで、ヒロさんは、うん、その、ジャパン時代にその、あ、その、カルガリー、ハリケーン時代から全日本上がったりしてたじゃないですか。うん。で、馬場さんに認められてましたよね、ヒロさんは。ああ、よく言われますね。それはやっぱ馬場さんも直接よく言われてたんですか？お前、ジャーマンでも何でもするから、受けるから、やれって言われて、うん、何やってもいいよって言われて。だけど、あんなでかい人に。馬場さんですか？そう。あの人、ジャンマやったら、こっちの首がおかしくなるか、向こうがおかしくなるか。馬場さんとやったことあるんですか？馬場さんとほとんど毎日のようにやってた。あんな感じですか？あと、鶴田さんとか、あと、天竜さん。ほとんど毎日のように。あ、そんな上でやらされてたんですか？ちょっと、こっちは誰ですか？ジョージさん。あ、どうぞ。ジョージさん、平田選手と俊治。ああ、そっか、俊治。そっか、向こうは二人はヘビー級だからいいですけど、そんなのやっぱヒロさんが組み込まれちゃうわけですもんね。そう。でも一応、俺は体重だったけど、ジュニアだったんで。で、こう、動かされると、もう、バテちゃうんで。え、向こうのジュニアって、あの当時は誰と言ってるんですか？淵さんとか？淵さんとか、あと、力道山の息子だよね。あ、桃田さんとか。ヒロさんが嫌いな人は淵さんと、コシナガさんですよね。違いましたっけ？なんで？淵さんとコシナガさん。まあ、嫌いですよね。これ流れるんでしょ？いや、流れてないです、これ。流れてないです、これ。これ誰か見られないでしょ、ね、もう終わってます、これ。あ、終わった。だって嫌いですよ。ですよね。で、タイプ、どっちが、どっちの方が嫌いですか、淵さん。腰中。腰中。だっけ。あれ、何がやっぱ合わないんですかね。わがまま。わがまま。自分のことしか考えてないですね。ほんとこれ流れてないでしょ？終わったんですかね？もうこれ終わってます、終わってます、これ。終わってます？もうゲスト、ヒロ斎藤さん。で、もう終わったんです。いや、これさっきから出てますけど。いや、もうこれは終わってるはずですよ。もう喋っちゃったらもうしょうがないから。富士さんも嫌いですよね。いや、そうなんですか？え、全日本で嫌いな人いないんですか？そんな。いや、いないね、全日本では。あ、じゃあ腰中さんだけですか？かな、で、そういう時もあるっていう感じ。え、じゃあ今度好きな時もあるし。で、今度もし、こういう対談で、腰長さんと、ヒロさんって、もし、ゲスト呼んでる、来てくれますか？来ないね。それ、自信持って言える。腰長さんは多分そういうことは思って、知らない。知らない。知らないですよね。知らないと、あ、嫌われてるなっていうのは分かってると思うんだけど、うん、向こうはそのいつもの調子でこう、来るけど、うん、俺は嫌ですね。
まあそんな感じで今回は、まあ、ヒロさんの、ファッション関係のこだわり、レスラーでなかなかまともにちゃんと喋ってくれた西村ぐらいですね。あれは、あいつはこだわりがあるんで。ここの、前これはアパレルの方のアリストの方のこの YouTube 配信なんですけども、これ次、誰がいいですかね、こういうのをもしよくとしたら。なんかヒロさん的に、なんか推薦する人いますか？どのぐらいの選手で？いや、まだ喋れる人で。喋る人はいっぱいいるでしょう。まあ、俺が出てるのは。ある程度まあ、その接点がまあ、俺があってくれればいいですけども、誰あたり面白いですかね。今まで出てるのは誰？大ちゃんと、大ちゃんだっけ？大ちゃんゲストだっけ？大ちゃんって誰ですか？大ちゃん。大ちゃんと西村と、今ヒロさんなんですけど、その次、あって誰ですかね。ああ、吉江なんかもしれんじゃないの？え、誰ですか？吉江！吉江。あいつになんかこだわりあるんですかね？いや、太るのはこだわりで。でも俺、あいつに、俺、太るようにって言って、シーザーさん俺が出してるんですよ、あれ。あ、そうなの？若い頃。いや、あいつ怪我してたじゃないですか。ああ。で、なんか、その、怪我してる時になんか、なんか中途半端な太り方だったから、いや、だったら大きく、ものすごいでかいの、太った方がいいよって言って、太ってる電車がいなかったから。あ、それで、どんな太っちゃったんだ。だからすごい、だからもうやっぱその、やっぱり、キャラで、どこがでもマッチョなキャラに行くよりは、ね、こっちのデブキャラを、信用するのはいないんじゃないですか。でも、デブでも動けるからね。はいはいはい。よし、なんか。よしえ、だって、あいつ一時変な頭してましたよね。この辺なんか、半分剃ってるから、ね。ああ、なんか変な。今、流行りみたいですね。流行り？いや、流行り。流行りじゃなくて。流行り。流行り。流行り。あいつは流行り来ちゃうと思いますね。いいですか、こういうの出るんですかね。出ないですね。あれ、むず、変なやつなんで。え、あれだ、あいつなんか変になっちゃった。変わってるよ、ほんと。書き込みで、うん、ヒロっていうのが、名前がどんどん上がってきてる人が、うん、次もヒロさんって書いてある。次もヒロさん。次もどんどん増えていくと。あと、野上さんとかです。どんどん名前が上がってきてくれますね。野上ちゃんね、野上ちゃんなんかちょっとめんどくさいんですよね。飯塚のアメよ、ほんと難しいよ。なんかめんどくさいやつ多いんだよ、なんか。ほんとね。難しいですよね。ほんと難しい。じゃあ、次もやっぱ、誰もいないときでも、もしかしたらヒロさんまた電話かけるかもしれない。え、また？いや、ヒロさんの話がいろいろありすぎて、だってね、ヒロさんの歴史から言ったら NW ってもう最後の後期じゃないですか。こっちのね、この辺の話今終わっちゃってますから、まだ。でも NW の時も結構のあれがあるよね。タッチしたら、リムの下にいるし。いや、それはヒロさんたちが、レジングスタッフがやってたのを見て、すごいチームワークだなと思って。チームワークじゃないじゃん。だって散々、だいたい誰かが出足で、だいたいヒロさんあたりが行くじゃないですか、ね、レジングスタッフ。俺と岡永先生どっちか。で、バカバカバカして、すごいもう、二人ぐらい相手して、で、バーって捕まえて持ってきたら、後藤さんたちがこうやってこのエプロンをこうやって横にこうやってずーっと、両方がこう離れて、タッチ漏れにいかないですよね。でも同じこと、いや、俺はなんか、されたような記憶があるんだけど。ヒロさんにはですね、天山にはあったかもしれないですけど。いや、俺にも何度かあったよ。まだ二人で組んでる時に。あ、でも、たまに、やっぱ新日本の俺、マット、エプロンってちょっと狭いじゃないですか。あれ、ここでよく落ちてたことありましたね。滑って。よく、いねえなと思ったら、
あの、下で。あ、靴を盗んでましたね。盗んでたね。あ、そうそうそう。あの、本当俺ジッパーなんですぐ。そう。紐ないんですけどね。紐結んでましたね。結ぶ格好はするんですけど、うん、紐はないんですよ。そもそも、紐さんとしては、オーナー行って、パンチと思った瞬間、いないかった時どう思うんですか？あら、またか。でもそれは、俺も同じようにやられてるから。いや、俺が一度もやった時はありますよ。そうですよ。ヒロさんもひどかったですよ。一度も立ってきたらすぐ出て。もう、だから、まあだからなんとかそういう時分かってる時はもうとにかくその上に登ってくださいとか、天才上に登れって言ってもその、あの、分かるように逆に。そしたらもう登らざるを得ないじゃん。確かに。ですよね。まあそんな感じで今日は、アリストトリストの、メンズビューティー男の身だしなみというコーナーで、ゲストは、ヒロ斎藤さんでした。はい。ありがとうございます。さん、今日はありがとうございました。はい、まだ話がね、まあ、10話ぐらい続きそうな感じなんで、あ、まあ、今日はまあ、第1部が、終了しました、ね。それまで生きてれば、あれですけどね。はい。まあ、生きてる間に、はい、ね、また次再開したいと思いますので、また安否確認の電話来たらよろしくお願いします。はい。お願いします。はい。そんな感じで今日はありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。どうも。はい。蝶の公式アプリ、ケンファ、スタートします。蝶野正弘に関する SNS、ニュースが一目でわかるオフィシャルアプリ、ケンファ。その最大の特徴は、さまざまな形で蝶野と直接交流できること。生配信ライブで意見をぶつけたり、普段はなかなか聞けない攻めた質問やお悩みを自由に投稿できる質問箱も設置。蝶野があなたの投稿に音声で答えるなんてことも。パラリンピックかな。あなたの考えたアイディアや意見がアプリの内容に反映される。はい、本日は YouTube で会員の方々と蝶野が一緒に作り上げるアプリなんです。君たちの意見で作り上げていこうと思ってますんで、よろしくお願いします。 I am 蝶。まあトークショーっていうのもその中にゲストを呼んだトークショーというのも、まあ2ヶ月に1回なのか3ヶ月に1回なのかというのを今プランしてます。蝶野公式アプリケンファ、ダウンロードして皆さん入ってきてください。よろしくお願いします。 I am Chu Come on。 蝶野正弘オリジナルアパレルブランドアリストトリスト。銀座ショールオンラインショップ、よろしくお願いします。蝶野チャンネル登録よろしくお願いします。 I am 蝶野。